はい、ということで私セイントと、はい、タイガです。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、はい、今回はね沖縄に住んでると感じるうちなんちが教えるデメリット6選ということで、はい、やっていきましょう。やりましょう。まあ、それもね、ちょっと移住の、まあ、参考にしてもらえればなと。そう、沖縄県民が言うとまた余計にね、そう、参考になるはずだから。そうそう、もう20年住んでますからね、我々ね。はい、はい、ということで、はい、まず1つ目なんですけども、はい、暑いです。暑いです。暑いです。本当に暑いわ、今日。その本当にもう今ですらね、とんでもなく暑がってますけど、沖縄はね、本当に、もちろん暑いって言っても、その内地の方が実は温度的には高いんですけど、うん、沖縄はちょっとね、あの日差しが強くて、その本当に皮膚が焼けるぐらい本当に暑くなるので、まあ、それもあってちょっとかなり暑く感じるかなと。そう。で、あと湿気ね。そうだわけ。プラスね。そう、蒸し暑くて。これがね、ちょっともしかしたらこの、蒸し暑さとかちょっと苦手な人からすると、うん、まあ、ちょっとデメリットになるかなと思います。本当にあるよ、それは。ちょっと暑いにつながるんですけど、冬のファッションができない。わかる、それ。そう。そうなんですよ。そう。そうだわ。東京行った時は、だから、コートとかみんな、おしゃれなものとかさ、うん、身につけてマフラー、手袋やら、もうあんな、できんから、うん、沖縄来たら。暑くてね。そう。それはちょっと、大変にやられるかも、ちょっと。来た時に。ね。しかも、沖縄は冬の時期が短すぎるから。そうそうそう。そう。長袖の時期も少ないし、ね。うん。本当にない。そうそう。まあ、よく内地の定番で、うん、まあ、コート着て、うん、まあね、普通のズボンとか履いたりするんだけど、うん、それがね、沖縄はなかなかできません、ね。できないので。暑すぎてね。だからファッションをちょっと、おしゃれマンの人とかはまたちょっと考えないといけないね。そう、ちょっと夏仕様にという、うん、にはなります、そこは。うん、はい、ちょっと暑さつながりになりましたけども。今なんだっけ、2戦目。3戦目ですね。沖縄、物価高いです。これさ、うん、これちょっと詳しく自分も、いっぱい暑もね、経験もしてるので、なんかね、気になる。自分結構ね、あの内地結構長いんですけど、はいはい、沖縄はですね、うん、なんといっても、物価が高くて、多分ね、うん、沖縄ちょっと田舎だから安めなんでしょと思う方も結構いらっしゃると思うんですけど、めっちゃいいですね。でもね、沖縄はね、あの輸送料が入ってるから、そう、待って、実はね、結構内地よりも高いことが多いです。確かに高い。で、ね、これ、ね、特にね、あの沖縄に来た人いたらめっちゃ言うんですけど、豆腐とあのもやし、うん、皆さん、内地のもやしは、うん、あの30円とかが普通なんですよ。お、30円、まあ、ちょっとして40円ぐらい、お、値上がりして40円とか、はいはい、で豆腐とかも言うて50円以下がほとんどなんですよ、基本的には。お、まああって60円。お、沖縄ね、お、もやし高いです。80円ぐらいします。え、本当にそんなもんだったっけ。2倍ぐらいします。そう。え、一応安いのはあるんですけど、まあ、基本的にはもう80円ぐらいです。で、豆腐に至っては、まあ60円ぐらいスタートで、まあ、100円とかも普通にありますので、ね。まあ、ちょっとね、沖縄はちょっと豆腐文化が強いので、あ、まあ、それはあるかも。島豆腐だったり。なので、意外とね、お金かかります。沖縄住むと。4つ目。もう、ちょっとまた暑いに繋がるんですけど、あ、繋がるか分かんないけど、虫がでかい。あー。食う。あるね。うん。食ってるわけ。虫たちが。あ、そういうこと。うん。わかんない。お互いを食べ合って。食べ合って。特にゴキブリ。あ、ゴキブリはよく言うね。飛ぶわけよ。そう。あ、気をつけて。結構ね、沖縄特有らしいです、ね。あ、気をつけて。どんだけ自分、アパートで襲われたか。階段にいるんですよ、扉が。もう。でね、扉って言うんだ。扉じゃないよ。ゴキブリだわけ。もうでかい、クモもでかいし、だいたいね、自分も内地で見たことあるゴキブリって、人差し指の第一関節ぐらいがまあだいたいほとんどだと思うんですけど、まあ沖縄のゴキブリはね、親指1個分ぐらいは、マジででかいよ、これぐらいあります。本当に本当に怖い。虫嫌いな人たち気をつけてください。夏場はやばいので。そうですね、うん、ちょっとゴキブリ苦手な人とかはもしかしたらとんでもない恐怖味わうかもしれない。味わうので、本当にでかい、気をつけてください、そこは。はい、5、次、5、次、5、いきますね。はい、5個目。これはね、はい、沖縄来るともう多分ね、特に年々ひどくなってます。渋滞がやばいです。沖縄はね、もう本当に車社会なので。そうね、基本的には朝出勤時と、はい、あとは帰りの、まあ、待機時というか帰りの時間は基本的にはどこも混んでます。混む。沖縄ってメインの道路が58号線と、まあ、あと33番、33番の2つがあるんですけど、はい、この2つはね、
この時間帯も絶対混んでた。確かにとんでもないですね。でかつ最近はあの観光客がどんどん増えてきて増えてきてる。レンタカーがすごくて、ね、あ、うん、よく見ます。そう、うん、それもあってちょっと渋滞がよりひどくなってます、ね、うん、確かに。そうなのでちょっと沖縄来るときはちょっと渋滞も覚悟しながら。そうだね、旅行行くとき時間帯ちょっと調べた方がいいよね。そう、でレンタカーで来る人はちょっと考えればいい、うん、確かに。そして時間も把握しつつ、うん、本当そうですよ、マジでやばいので。本当にすごい、本当にやばい。そうなんで渋滞だね。渋滞です、はい、というのが2個目ですね。はい、次6個、6戦目、はい、これはですね、テレビ関係ですね。あ、はいはい、テレビの放送が遅いんじゃん。本当そう、本当に。あとチャンネルも少ない。そうなんです、そうなんですよ、うん、まあ大体5個ぐらいしかないんで、ね、少なくて本当に。だから県外にいる友達と話が合わないっていうか、もうネタバレになっちゃうわけ、あっちがもう。そうです、先に見ちゃってるから。特にイッテ Q なんてそうなんですよ。イッテ Q だったり、イッテ Q だったり、月曜から夜更かしと。あ、確かに確かに確かに。遅いわけよ。マジで。本当に、なんでだろうね、あれ。なんかね、自分が一回沖縄、内地の方で、月曜から夜更かし見て、はい、まあ、そっかしばらくして沖縄に帰省したら、はい、同じやつやってますから。え？そう。もう本当に2、3週ぐらい遅れてるんで、沖縄は。なので。テレビ好きだとちょっと困ることがあるかもしれないです、ね、だからアプリでテレビチューブだっけ、 TVer 見て、もう多分いいかもしれないです。さあということで、じゃあ今回ね、はい、デメリット6選ということで、はい、やっていきましたけど、はい、もちろんね、沖縄のメリットと、まあ、デメリット、ピンポンポンポン。はい、ということでね、はい、今回は沖縄のデメリット、沖縄に住むと感じるデメリット6選ということで、はい、もちろんね、それ以上に、まあ、海が綺麗だったり、うん、他県にはないね、ものすごいいいところは沖縄あります、ね、あります。もう沖縄好きとか気になってる人っていうのがいいところですね、うん、まあ、自分たちの話も軽く参考にしつつ、はい、ぜひね、移住検討していただければなと思います。はい、さあということでね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、沖縄来て会いましょう。